ケニアはイギリス海軍のフィジー級系巡洋艦である。艦名は当時イギリス領であったケニアに由来する。マウントバッテンピンク塗装がされていた時期があり、その外見からピンクレディの愛称があったペデスタル作戦時に空爆を受けるケニア機構は1938年6月18日。浸水は1939年8月18日で、 1940年9月27日に、竣工した。1941年5月、ドイツ戦艦、ビスマルクの追撃戦に参加。それからケニアは、アーチェリー作戦、ハルバード作戦、ハープーン作戦、ペデスタル作戦に参加した。ペデスタル作戦に参加中、1942年7月12日に、イタリア潜水艦アラジに来撃され損傷した。 1942年12月に戦列に復帰し、1944年に東洋艦隊の第4巡洋艦船隊に編入されるまで本国艦隊に所属していた。1945年はアラカン上陸支援などを行った。第2次世界大戦後は修理を行った5歳インド諸島の第8巡洋艦船隊に編入され1947年まで所属していた。 一旦予備官となったが、朝鮮戦争の勃発で最終益した。1962年に売却され、スクラップとなった。ありがとうございます。